アスリートオブザイヤー JAL 北口榛花選手です。大きな拍手をお願いいたします。ずっと憧れてるそんな賞だったので今回取れてすごく嬉しいです。私は、選手としてトップを目指すことが当たり前であると思っていますし、そのために犠牲を払うことだったり世界に海外に出ていくことが当たり前だというふうに思ってこれまでやってきましたが、日々生活する中でそれを当たり前だっていうふうに思えてることが私の強さであり、それを当たり前だというふうに思えてない人もたくさんいるっていうことが最近になってよく分かってきたのでようやくその違いに気づけるようになってきたのが自分の成長の一つであるかなっていうふうに思っています。今年日本記録も2回更新できましたけど、それで満足することなく私が目指しているのはもっと上なので、これからもずっと上を見続けて下を見ることなく上を見続けて自分を成長させていきたいなというふうに思っています。来年パリ、そして2025年東京の世界陸上と続きますので、日本の陸上ファンの皆さん含めて日本の陸上関係者の皆さんの力が一番必要になる2年間だと思ってます。これからもご声援ご支援よろしくお願いします。